ヨハネス・フリースナーは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍上級大将。ザクセン王国のケムニッツに生まれる。1911年に、ザクセン王国陸軍に入営し、第一次世界大戦には、参謀将校として参加。この大戦で、鉄十字賞、プロイセン王冠勲章、ザクセン軍事功労勲章を受章。戦後バイマル共和国軍に採用され、 1922年8月に大尉に昇進。ドレスデンの不評学校で教官を務める。第二次世界大戦が勃発した際は陸軍教育総監だった。1940年8月に少々に昇進。1942年に東部戦線に転属となり、第100に不評師団長に就任。1942年10月に中将に昇進し、 第一水軍団司令官に任命された。1943年4月に不評大賞に昇進し、7月には騎士鉄十字賞、9月にドイツ十字賞金賞を受賞した。1944年2月に東部戦線北部に移動となり、フリースナー軍集団の指揮を任される。白洋付騎士鉄十字賞を受賞し、7月に上級大賞に昇進。 北方軍集団司令官を短期間務めた後、7月25日に南ウクライナ軍集団司令官に任命された。しかし、ソ連軍のロディオン・マリノフスキー率いる第二ウクライナ戦線による4ヶ月に及ぶ攻勢を止めることができず、12月に更迭され、相当予備に編入された。後任にはオットー・ベーラー大将が就任した。以後部隊意識を任されることはなかった。 1945年5月にアメリカ軍の捕虜となり、1947年11月に釈放された。西ドイツのバイエルン州、バート・ライヘンハルで死去。ABCD ・トーマス1997、P184、パツオーレシェルツァー2001、P124、フェルギブル2000、P188、フェルギブル2000、P81。ありがとうございます。